はい、じゃあ、まさき、なんか試合前の意気込みをお願いします。前回と同様、ちょっとすごく緊張してるんですけど、頑張りたいと思います。彼女と別れた理由をちょっと詳しく聞きたいんだけど、自分の中でどこがダメだったかなとか、ここをこうしてからよかったかなみたいなのがあれば、ちょっとお願いします。これ打ち合わせしてたらすんなり言えたと思うんですけど、いきなり言われて俺もマジかと思ってるんですけど、いや、僕今マジック僕やってるんですけど、マジックの派遣事務所を立ち上げまして、2ヶ月前に。でちなみに彼そこのマネージャーやってくれてるんですけど、まあちょっとマジックに走りすぎちゃったかなみたいな感じですかね。はい、マジックですじゃあ前回2人ともツルダパズリの3に出ていただいて、ちょっとまさきは前回負けちゃったんだけど、今回やっぱね、わざわざ、ね、名古屋県とか来てたらね、かけてるものが違うと思うんですが、今回なんか対策というか、なんか秘策というかあればお願いします。特に考えてないですちょっと質問変えます。前回の稽古の試合多分見てると思うんですけれど、なんか印象とかあれば、見た目以外であればお願いしますすごい勢いがあってすごいなって本当に思いました。なんか若い感じです多分前回で勢いいいと思うんで楽しみにしててください。ちなみに今回、試合までいい感じに練習はどうでしょう。練習はできました。練習や減量などあれば、まあ、いつも通り僕練習しなくても気合だけで生きてるんで、もう気合だけで今回も行こうかなって感じですね。練習に関しては練習が高いし、ちょっと手放すのを感じないで頑張りたいと思います。じゃあ大丈夫ですかね。他は何か最後に何か言うことがあれば、ケント、大丈夫ですか。大丈夫ですか。じゃあちょっと試合までスタンバってもらってお願いします。アーコーナー通算所属ファイティングウィザードケント合わせましょう。いいですね。2ラウンドで半分気をつけてください。で、さっきも言いましたけど、ローブローですけど、軽く当たったぐらいでは取れません。だからガンガン行くようにしてください。で、自分でアピールすることも、試合を途中で止めることもやめてください。いいですね。気をつけて頑張って、はい、頑張れ。はい、行きましょう。
大丈夫？はい、いいよ、いい。再開します。ファイト。自分から行け。ストップ。大丈夫か。はい、立て。次立つ。ファイト。ラスト30秒、ラスト30秒。細かく、細かく、頑張ろう。はい、細かく行こう。チャンスだよ、行け、お互い。ストップ。寝て中入れ。ファイト。最後だよ。はい、ストップ。大丈夫ね、意識あるね、大丈夫ね、頑張れよ、ラストラウンド。
改めて拍手お願いします。はい、じゃあ第1試合から結構盛り上げてくれて、ダウンをダウン1回取って見事勝利ということで、なんかお願いします。いや、本当に山崎くん強くて、バッキー先生強くて、まあちょっと彼には申し訳ないですけど、元カノの彼氏だと思って殴ったら当たっちゃいました。だから、ちょっと、まあでも本当にダウン取れてよかったし、第1試合目盛り上げたんで、今から出る選手の皆さんも盛り上げて、鶴里祭り、ほぼ、いい感じに盛り上げてくれたらなと思います。僕、全試合出場してるんで、次ももちろん出るんで、鶴里祭り5、僕の応援もお願いします。この後全部2回全試合やる。ということで、全試合やる。はい、じゃあ大きな拍手お願いします。